はい、こんにちは、前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は秘密の広告シリーズ 第3弾、最終の第3弾ですね。これについてお伝えしていきたいと思います。ちょっとおさらいをしていきたいと思うんですけども、1つ目は相手の不安をその広告で解消できているのかどうか。で、2つ目は相手に対して約束をしているのかってことですね。うちに来ることによってこうなりますよっていうことをしっかり伝えているのかどうかっていう部分です。で、今日の第3弾、この3つ目はこれらのことをしっかり証明できてますかってことですね。証明できているのか。ここでまた証明かよっていうふうに思った方いてると思うんですけども、その通りです。証明ですね。いいことというのは誰でも言えるんですね。もう広告なんて言いたい放題なんで誰でも言えます。誰でも言えるからこそ証明がとても大事になっていきます。いいこと言えば言うほどね、証明っていうのがどうしても必要になってくるんで、ぜひ証明をしてあげてください。じゃあどうやって証明するのか、それはぜひ考えてみてください。ぜひ考えてみる。じゃあそのターゲットによって証明方法っていうのが変わってくるんですね。そのターゲットがメディアを普段から見て、メディアの情報を信じる人であれば、メディアでの実績を歌う必要がありますし、もうそうでなくて、偉い人からの声を信じるのであれば、偉い人からの声を載せる必要がありますし、その人が口コミを信じるのであれば、口コミを載せる必要がありますし、その証明の仕方っていうのは、見込み客に合わせて、変わってきます。ターゲットによって変わってくるので、その辺は、あなたのターゲットに合わせて考えてもらえたらと思うんですけども、必ず証明っていうのをしてあげてください。証明がない広告っていうのは、独り言みたいなもんですね。はい。なので、ぜひ、証明っていう部分をしっかり、載せるようにやってみてください。そんな感じで、秘密の広告、この3シリーズを終わっていきたいと思います。とても当たり前のことですけども、この当たり前のことができるかどうかっていうのが反応を左右していきますので、ぜひ頑張ってみてください。では、また会いましょう。さよなら。